こんにちは、柳田理香の1日1科学。大晦日の夜には除夜の鐘をつきます。およそ1時間かけて108回つくお寺が多いようです。1時間に108回ということは33秒に1回というペースでゴーンゴーンとついていくわけですね。なぜ108回なのでしょうか。仏教では人間に苦しみがあるのは煩悩のせいだと言われています。煩悩というのは人を迷わせる良くない心のことで、中でも欲張り、怒り、仏教の真理を知らないこと、この3つは三毒と言われています。でもなぜ煩悩があると苦しいのでしょうか。それは例えば欲張りの心があるとそれが満たされなくて苦しい思いをするという考え方ですね。人間にはこうした煩悩が108つあると言われています。除夜の鐘はそれを一つずつ清めていくためにゴーンゴーンと108回つくわけですね。今日の一日一科学、除夜の鐘は苦しみのもとになる煩悩を清める。欲張りはいけないよ、ゴーン。怒りっぽいのはダメだぞ、ゴーン。というわけですね。また来年、良いお年を。